おはようございます。あれ、お父さんのとこ行った？もう一回入り直さなきゃいけない。あ、そうか、はい。じゃあ、カズキはこっち側キャンセルをしとくね。いいんだよ、はい。ちょっと待って、キャンセルしないで。あ、おはようございます。行くぞ。そじゃあ、あ、雨だ。雨だよ。あー、水やらなくてもいいんです、うん、はい、じゃあ、どこ行くんだっけ、今日は。まずは、道作ろう。ほら、はい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 。よし、集めて木材を。あー、手持ちいっぱいだ。樹液拾って箱の中入れといてね。売るから樹液ね。石炭はダメだよね。ダメだよ。繊維売るね。石は、石も本当は売らない方がいいんだけどね。まあいいか。このちっちゃな木を壊すぞ。よし、壊した。でも何も出ない。うん、ちょっと手持ちが結構いっぱいだよ。じゃあ売ってくるか。樹液は売ってね。それじゃあ、繊維。あー、種植えてる。種植えたよ。さて、行くの？本当に。行ってみよう。先に樹液売ってから。分かった分かった。え、でどこ行くの？ちょっと洞窟の中へ、なんかいろいろと鉱石探してみようかなって思う。どの洞窟に行きたいの？ここ？うん。何があるのかな。はい、行こう。よし、じゃあ皮下洞窟。え、カズキだけ行って。何もないじゃん。終わり。もしかして…いや、こっちだよ、こっち。ああ、行くぞ。あ、ボロネギ発見。何かあるかな。石炭はどうすればいい？お、びっくりした。こんにちは、僕、カズキ。とりあえず、ここの洞窟ないかも。この下にある変な石像、目的の。ああ、まだ行けない。洞窟。残念。あ、失われた本を見つけ、図書館行かないと。あれ？これ荷物いっぱいで、あれ？どこ行った本は？まあいいや。ねえ、ちょっと手持ちの中見てみたら？持ってるよ、持ってる。持ってるから急いで。お、図書館に行くぞ。カズキはちょっと他にも何か埋まってないか、うん、ビミズがいないとダメだよ、埋まってないよ。ミミズいないかな。ミミズどこ、うん、あとミミズってどういうやつなのか見せて。いたら教えてあげるよ。お父さんどこ行った？ここは、はい、この下。お父さんどこ？お父さんいなくなっちゃったよ。カズキ、今ここにいるけど。あ、お父さんがさっき言ってた。あ、いた、お父さん。こっちだよ。さあ、図書館に行こう。ミミズはどこ？あと。ミミズがいたら教えて。あ、ここ、これ。これミミズ。はい、ここを。あー、間違えた。おー、カズキも本ゲット。よし、図書館に行こう。失われた本。図書館のコレクション。図書館、あ、この草も拾っといて、後で売ろう。これこれこれ。他にもなんかないかな。うん、図書館お父さん行っちゃうよ。あれ？え？ああ、そうか、図書館。うん、そういえばそうだっけ。こんだけだ。お父さんどこ行った？図書館の中だよ。これ？図書館のここか？そうや。あれ、カズキ、手持ちに本どこ行った？これ話しない。話して。手持ちに本どっか行った。うん、お、本棚に並んだってこと。
どうかな、行くだっけ。となると、はい、海に行くぞ。あ、魚釣るの？ん？待って。なんかこの花、星マークついてる。潜入なんで。いい花か。あ、貝が、あ。あ、どこ行った？でも、カズキ持ち物いっぱいだ。あ、ここにも。ああ、もう持ち物いっぱいじゃん。石炭も捨てよっかな。石炭捨てた。じゃあ拾っといて。ああ、拾ったよ。あ、また、またあった、うん。見たことないやつもある。これ。やったな。じゃあ石捨てる？木が300個あるとしよう。ブーム街？ブーム街って何？これ何？しかダメだな、じゃあこれ何？ほらこれ？どれ？これはね、謎、謎のアイテムだ。あれってアイテムなの？じゃあとりあえず売りに帰るか。ね、じゃあお父さんはこっちの新しい道行こうかな。お、この家とか行ったことない。あ、友達じゃないのヘリの家には入れない。部屋には入れない。よーし、そりゃそうだろ、女の子の寝室に入るなんて失礼だよな。ちょっと手持ちがいっぱい、ほら。だから箱に入れないとダメだよ。そう、じゃあ木材捨てようかな。どうしよう。仕方ない。もう5時だよ、5時。もう夜ってこと？夜になるよ。ちょっと武器用意しといて、鎌。用意しといてね。うん、夜は敵に襲われるから。お、こっちもいっぱいあるな。なんか、あ、タンポポ咲いてる。タンポポ咲いてる。めんどくさいな。あ、花咲いてる。ねえ、同じ花が手持ちに入ってるのに、なんか持ち物がいっぱいですって入らない。じゃあ違う花じゃないのかな。違う、星マークがついてる。あ、星マークがついてるやつ、ついてるやつあるからな。じゃあタンポポとラッパ水仙と。あ、お父さんもやばいや、体力パワーがないよ、パワー。早く帰らないの？帰るよ。とりあえずお父さんがいる。通れないよ、通れないよ、通れないよ、通してここ。ちょっと、カズキさっきの花を取りに向かってる。よし、ラッパ水仙ゲット。よし。ラッパ水仙ゲットしたよ、カズキ。粘土。ラッパ水仙入れて。作れないっけ？あ、作れるじゃん。はい。じゃあ、ここに置いとくか。よし。はい。なんだこれ。ここに入れておけばいいんだよ。わかった？はい。なんかないかな。うん。あ、なんか暗くなってきた。風明かる。もう寝ないと、見ただけでわかるっすよ。寝ないと。よし、今日はお父さん自分で家で寝よう。ライトがないの？この家。暗いじゃん。寝たよ。あ。はい、寝よう。おやすみなさい。いやー、明るくて眠れないんじゃない？いいんだよ。あったかくて眠れる。お？何？カズキだってレベルアップしてんだよ。
ずるい、カズキだけレベルアップ。なんかよくわからないけど、なんでか。お父さん、カズキがレベルアップしたってことは、お父さんもそうそうレベルアップするんじゃない？暖炉消さないの？火事になるよ。大丈夫だよ。あ、カラス！あ！種一箇所食われた。食われたじゃん、どうすんだよ。お父さんも木を切ろう。木を切ればレベルアップ。どこの木を切ろうか。よし、これでいいや。ジオードってどこで割れるんだろう。あ、木じゃないや、レベルアップは。木？違う違う、君はあの採取でレベルアップしたんだよ。魚を採取したからレベルアップした。そういう魚じゃなくてね、いろんな。じゃあお父さんもちょっと採取して回るか。何かあるかな。あずきはちょっと釣りに行くね。釣り、はい、じゃあ釣り行ってらっしゃい。海への道はどこだ。こっちかな、下らへん。じゃあこっちに何かあるかな。ジオード邪魔だからちょっと捨てたい気持ちなんだけど、どうやってもどこで割れるの。鍛冶屋で割ってくれるけど。鍛冶屋どこ。鍛冶屋は図書館の隣かな。圧迫推薦図書館図書館。他に採取できるもの。あ、よーす。どこかな。どこ、昨日行ったじゃん。どこだったか分からなくて。探してごらん。え、こっちじゃないよ。地図とかないかな。え、海沿いで見かけたような気がしたから。今海沿いにいるけどない。お、橋の先かな。はい、その上だよ。とそこの店で割れるはずだよ。あらら、まだ閉まってる。あ、あ、入れた。このおっちゃんに頼むと割ってくれるよ。あれ、まだダメなの。ジオード、ジオードを加工。あ、ジオードを加工できる。それを、はい、渡して。あ、何が出てきた。できたんだ。できたんだったのか。弾が入ってた。弾普通。穴とかないじゃん。ああ、ここに水あるから、ここで釣りやろうって。やってごらん。お父さん、ちょっと採取して回ってんだけど、何もないよ。魚採取したらいいんじゃない？花だよ、花。花。花を採取したらいい。鍵がかかってる。うん、あったあった。タンポポ、タンポポ。折れない。あ、あったあった。お、魚来た。魚来たぞ。魚来たぞ。魚来たぞ。おわさび。マジか。結構でっかいな。川の奥に行けば行くほど結構でっかい魚がいるの。ここに採取できそうな。よし、行けた。パーフェクト。46センチ。よしよしよし、いっぱいあった。さすが練習用の。持ち物がいっぱいです。待て、いらないものってあるか。パーフェクト。どんぐりいらないや。20センチ、新記録。よし、ほら、おお、川の真ん中あたりに行った。あー、失敗。こんなもんかな。はずきの画面
がもうちょっと半分くらいタンポポが見えるけど。おお。鍛冶屋さんの近くでツイしてる。ああ、失敗、話持ち合いになってる。いや、お父さんも行くからしょうがないな。あ、そうか、今釣りやっても持てないんだ。来ないな。お、こんにちは。そうか。来ない、魚。あ、これタンポポじゃなかった。おお、真ん中だへん。まだお金が720しかないよ。やっぱり海の子がたくさん釣れるか。海行ってみよっと。川の上流にはいるかも。あ、いろいろと売れるものがあるから売ってしまおう。もう魚釣れたよ。まあもっと釣るけど。お、海来た。人でいた。だけど無視した。あー、貝あるね。あー、貝があるじゃん。アサリ。俺前もここにいなかったっけ。そう、面白いかな。おー、来た。よし、じゃあここで釣るか。え、その前に話しよう。こいつなかなか手強いぞ。釣れるかな。あー、その川はあんまり釣れないよ。海の方が釣れる。ごめんねー。ね、海の方が釣れるよ、その川より。あと強者が海に入る。さっき魚が食いついたマーク出てたけど、お父さんの方。え、そうなの。海の方がたくさん釣れるよ。そう。あと練習用釣り竿の方がいいと思うよ。じゃあ釣り竿買うか。練習用のね。うん、8センチ。新しい、いい、最高の釣り竿。いや、その前にバッグ欲しいんだよな。え？閉まってる。おい。釣り竿売ってよ、もう。あ、あのおじさんも釣り合ってる。それじゃあ三人大集合として。釣れないな。釣れないな。お、あー、失敗。釣れないと今日の夕飯がないよ。確かに。あれ？カズキ HP 半分。スピードゲージ。ゴミ。カズキなかなか釣れないよ。あ、来た。釣れない。暗くなってきた。なんか暗くなってきたような。
おい、もう午後7時だよ。え、分かったな。釣れた。なんだ。ニシン36センチ。あ、本当だ。もう7時か。帰って寝よう。海藻。海藻釣れたよ。帰って寝よう。出ないと夜お化けが来てカズキが食べられるよ。あ、持てないじゃん。ちょっと武器手に持って急いで帰ろう。今カズキは武器を手に持って急いで帰ってるよ。カズキはどこにいるのかな。方が好きってる、うん、分かねば。ゴミって売れるのかな。売れるっしょ。はずきも種を石炭、結構多い出たよ、かずきや。じゃ、おやすみなさい。かずきも暖炉つけてからね。よっとつけっぱなしだと火がつくよ。お父さんだって昼間、うん、朝からずっとつけっぱなしなくせ。いいじゃん。お、やった。おー、カズキも。カズキは釣りまで上がって、もう本当に。よーし。カズだ。1年目カメ春。よし、行くぞ。何？おはよう、かずきさん。何？え、この犬を見て。ワン、ワン。あんたを牧場の入り口へ座ってたの。はい、見つけたの。飼い主はいないと思う。かわいそうにね。ラメード。ねえ、この子、この子、ここが気に入ったい。だから、牧場でこの犬を世話してあげてくれない。名前はヨギ。え、ポポちゃんじゃないの。ヨギでいい。なんか手紙が届いてるよ。ああ、やっと工事が終わったか。じゃあ早く水あげて、洞窟行けよ。洞窟行こう。だから水をあげて、水を。お、ディスいた。コズキ早く水あげて。ディス消えた。あ、水やりね、わかった。オッケー、行こう。よーし、こっちからだ。あ、そっちから。ちょっとカズキ掘る役だから、お父さんは戦う役で。分かった。え、これカズキが戦うんだよ。お父さんは逃げるやん。あー、お父さん掘る役ならいいよ。カズキもしかしたら戦闘力プラス1使えるかも。こんにちは。どこ行くの。洞窟はこっちだよ。待ってよ。また見たことない石。さあ行くぞ。誰かいる。何かも、え、ごめいてよ。ああ、よし、剣ゲット。
行くぞ。よーし。あったあった。下よりいるはなかった。はい、こっちこっちこっち。行くぞー。モンスターがいる、モンスターがいる。気をつけて。任せろー。よっしゃー、倒したぞ。ズルズル。あ、はい、来ていくぞ。モンスターいる、モンスターいる。ほら、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 ほら。お父さんと戦わんかい。ほら、ほら。ほら、ほら。危険なとこだ。ほら、ほら。よーし、はい、これあげる。あ、取れない。ねえ、どっちが体力なの？カズキ。え？ああ、エッチって書いてあるのか。はい、上にある石拾って。ああ、授業とかある。拾って。階段を探して。階段どこだ？これなんだ？ここになんか木材があるよ、ほら。あったあった、階段あった。行くぞ。階段って上より端が。あー、スライムいる。ほら。ほらほら。気をつけて。頑張れ。ほら。お父さんも戦うのかい。ちょっと、カマの方が強いかも。あー、カマも結構いけてる。よーし。あ、上に虫がいる。モンスター、若月に任せろ。虫とスライムへ。ほら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 。なんか落とした。階段がないぞ。あ、いたたたたた。おいおい。よし、倒した。はい、階段があった。行くぞ。待って、ちょっと。早く早く、早く来ないと。出てくよ。よーし。さあ。あれ？けど一度外へ出ないと。カズキ、HP なくなってきた。もう外へ出ないとダメだよ。助けて、ちょっとなんか。一人だけ逃げて、まったく、はい。HP がもう半分なんだよ、カズキが。はい、カズキも、はい。そこ出て、こっちだ。カズキ、HP もう半分なんだよ。あ、これ拾っといて。いや、カズキ、たちいっぱい。しょうがない。あ、ダメか。まだ行けないのか。どこまで行ったら入れるようになるんだっけ。手がある。なんだこのでっかい橋。ダメか。じゃあ一旦帰ろう。まだ2時だけど。いや、カズキは釣りしていくよ。お父さんも釣りしないの？お父さんはもうパワーがないから。カズキはパワーまだ半分以上ある。体力はないけど。一旦釣り竿を変えるかな？確かにソースを開いてそう。違った違った。チーズ。釣り竿入るかな？5時までにたどり着くか。今3時半。30分10分。よーし。練習用でいいか。はい。え？
持ち物がいっぱいです。ちょっと待って。いらないもの、いらないもの。はい。買ったよな。ちょかんだ。よし、じゃあ帰ろう。薄い。公園もある。ここどこだ？ああ、ここ。町だ。よーし。あずきは先に行っとくよ。おお。売れるものは売っちゃっていいよ。石、あとモンスターの肉、うん、スライム、チオードはどうする？取っとく。とりあえずこっち置いとこう。取っとくな。あー、チオードはその中に置いとくんだ。ねえ、売らないの？繊維は。これで、これちょっと植えて、よし。あ、水。ちょっと、これ壊していい？ダメ。ダメだよね。ちょっと体力余ってるから、木を切るか。あー、カズキ、カズキはちょっと、それじゃあカズキも、ここら辺を設置する。よーし。あれ、犬どこ行った？確かに。家の中かな。家の中見てみるね。あ、これ違うか。犬、ベッドで寝てんのか、こいつ。ベッドの中にいる。犬のくせに。お、ハートマークが出てきた、ベッド。ベッドの中からハートマークが出てきたよ。うん。うん。犬も戦ってくれたら嬉しいけど。戦ってくれないんだよな、くれがまた。よいしょ。7時50分か。カズキも腕のものを売っとこ。疲れを感じてきた。やばいぞ。ちょっと種植えとくね。こんなもんかな。はい、それじゃ、カズキは先。あ、犬寝てた。どう。あ、そうだな。はい、じゃあ今日はとりあえずこんなところで終わるか。あ、犬動かせる。お疲れ様です。ちょっとここカズキの家だぞ。お疲れ様です。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。レベルアップなし。